今回はクラクラチャンネルオミノスに新しく仲間になってくれる方を募集しようと思いますこの動画ではですねクランの方針そしていいところや悪いところこの3つに関して主に説明していきます喋る内容を文章にペテロップでまとめましたのでそれを見ながら口頭でちょっと付け加えていったりする形ですね えーまあ、今期の JWC から、えーまあ、私がです、ね、リーダーをやることになりまして、えーまあ、来期、えー、もです、ね、引き続き参戦していきますので、えーまあ、来期に向けた方針とかですね、えー、まず一つ目、えー、非現実的な目標を立てない、まあ、今シーズンで言うと優勝するのはちょっと明らかに難しそうだったので、えーまあ、今期は JWCJ1 に残留しようという、まあ、この一点のみを目標としてやってきましたね来期に関しては えー、まあ A クラス入り。まあ A クラスとか言うと野球みたいであれなんですけども、えー、リビジョン内で、えー、上位3位以内に入ろうとい、えー、ったところですね。まあそこをまず目指していこうかなというふうに、えー、思っています。まあ明らかに無理な目標設定するとね、まあ空回りしてしまったりして良くないのかなといったところですね、えー。続いて外国人を入れない。まあ 日本人オンリーでずっとやってきましたので、まあ、これからもそうですね。もちろん JWC のルール上ですね、えー、外国人が JWC に参加することもできますし、えー、外国人がいらっしゃるね、クランの方をね、否定するつもりも全くないんですけども、まあ、うちで、その昔からの方針を変更する気はないですよ、と、えー、言ったところですね。はい、えー、続いてですね、まあ、スケット枠は設けないと。まあ、強ければ誰でも OK というわけではなく、えー、まあ、そうですね、まあむやみや、むやみやたらにですね、まあ、誰でも彼でも、えー 勧誘して、まあ、来た人みたいな、そういうことじゃなくて、まあ、あれですかね、まあ、その自分の意思でですね、まあ、うちの蔵に何らかの魅力を感じていただいて、まあ、入りたいなと言ってくれた方を、まあ、 大事ににしたいいいかなとううふうに思っていま,すまあ今いるメンバーをですね、まあ、基本的には中心としてまあ普段から共に活動する仲間を優先といった感じですねまあもちろんですね他のチームで合部 v 活動とかをしている方は JWC 以外の参加は厳しいかもしれないんですけどまあそういう方はですねちゃんと、えー、まあ融通が利くようにはするつもりですもちろんスケジュール的なところもですね、まあ、世界大会の予選とかは の日とかは、まあ、j w c を避けたりすることを、まあ、結構考えてはいますね。えー、続いてですね、えー、ま、その対戦参加 j w c だけでもいいんですけど、ディスコードでコミュニケーションが取れなかったりする人がたまにいるんですけど、そういう方ちょっと、えー、難しいですね。まあ、移動ができなかったり、攻め残したり、まあ、配置変更漏れとかのリスクが結構ありまして、まあ、以前はですね、そういう方も何名かいらっしゃったんですけども、まあ、今シーズンそういう方はちょっと基本的にはいないですね。はい。ま、あ あんまりしつこくね呼んだりしてまあ気にかけたりするのも、まあ、僕はあんまり好きじゃないのでうんまあ良くないですねそういうのははいで、えー、続いて JWC と海外リーグの住み分け、まあ、JWC と、まあ、海外リーグいくつかに参加したりしてるんですけども JWC はまあガチ戦と捉えてしっかり選抜をします で、えー、こちらですねまあさっき非現実的な目標を掲げないと、えー、言ったところとかぶ、まあ、ってくるんですけども海外リーグで優勝しようっていうのはちょっと難しいんですようちのクランのね現状としてはなので、まあ、海外リーグはですね、まあ、練習試合の一つと位置づけて、まあ、全体的な勝敗は気にせず、まあ、負けてもいいというわけではないんですけどもまあ個人個人がですね、えー、前回を取れるように練習したり、まあまあ、その新しい戦術とかを試したりするような まあ練習機会を確保することを優先とします。まあなのでその JWC に例えば選抜を打ちされている方でも海外リーグにまあ出たい場合はまあなるべく優先させて出るようにしますしまあその選抜とかはまあ行わずにやっていこうかなといったところですね。はいまあ方針としてはそんなところですかね。続いてまあいいところですね。 えーまあ、一応 JWCJ1 で最古、まあ、んのクランなのかなで、えーまあ、初期から参加し続けて、まあ、もうすぐですね、創設10年目、まあ、一応来月からですね、もう創設10年目に突入する長い歴史がありまして、えーまあ、よってですね、今後も解散したり、えーまあ、することは考えていませんし、まあ、このまま継続していきます。で、えー、JWC の防衛ランキングがですね、えー、初見防衛がですね、えーまあ、全体1位と。 いったところで、えー、まあ、配置はですね、えー、重要な対戦においては一応、まあ、自分の自作配置はですね、えーまあ、ほぼ全員分作って、まあ、配ったりはしていますね。はいまあ、自分の配置が強いことに関しては、まあ、そろそろ、まあ、説明はいらないかなと思うんですけども、えー、まあ、そんなところですね。はいで、えー、過度なプレッシャーがない、えー、今期から始まった、ね、ベッド企画とかね見てればね明らかなんですけど、オーミノスの勝利予想してる人なんて、ね、全然いないんですよ。はいでえー、まあ その勝利予想がね20%とかで勝ってたらめちゃめちゃ嬉しいじゃないですかまあまあそんなそんなところですねまあ別に良いところかどうかちょっとわからないですけどはいでえー、まああとはですねプラン相談 VC とかはまあ必須ではありませんし、まあ、もちろん相談したい人は別にしてもいいですけどはいうんまあなんで比較的自由ですねうんまあこれはね他のクランでも大体そうかなと思いますけどうんまあ であとはですね選抜が厳しくないですねまあその現状前回率10パー台でもスタメン入れてますねはい、まあ、まあいいところか悪いところかちょっとねこの辺はちょっと微妙なところではありますけど、まあ、例えば他のクランではなるべくな,なるべくじゃなくてなかなか出場機会がない方でもうち、えー、に来たらまあ大体スタメン取れるんじゃないですかねまあそんなところがまあちょっとありますねはい、えー、続いてまあ良くないところですね えーまあ、はっきり申し上げると、えー、今すすぐ JWC 優勝を狙えるほど強くはないですね、はいえーまあ、先ほども説明した通り、えー、今季はまあ残留することが目標だったんですけども来季はワンランクアップさせて、まあ、A クラス入り、えー、ディビジョン内上位3位内をまあ目指していこうかなと思っていますが、えー、まあ 現戦力で優勝を目指すのはちょっと難しいので、今後ですね、この動画を見て、新規で入ってきてくれる人がどれだけいるかみたいなところにかかってはいるんですが、はい、そんなところですね。なので、どんどんですね、入ってきていただけると嬉しいですね。現状の順位がね、こんな感じなんですけども、ディビジョン内でですね、5位と、下位に沈んでしまっているんですけども、日勝3敗といったところで、 保差もね一応まあそんな感じで接戦にね弱いといった感じですかねうんまああとねちょっと前回取れるようになれば結構勝てるかなというところではあるんですけどまあなかなか難しいですよねはいで、えー、もう一つですね新戦術や環境変化への適応が、まあ、全体的に早いとはまあ言えないですねはいうんまあちょっとえー、まあ年齢層が結構幅広いっていうところもまああって うん、まあ何でもかんでもすぐに対応したりするのはまあ少し難しいかなといったところではありますね。うん、まあただまあその、まあ、クラン内で声を掛け合ったりしてまあその新し,新しい戦術とかについての情報共有とかはまあみんなでなるべくするようにはしています。 えー、あとはですね、まあ、自分自身も含めてそうなんですけど、レジェンドリーグガチ勢はまあちょっとあんまりいないかなっていう感じですね。はい、もちろん、えー、頑張ろうっていう方はまあ大歓迎ですので、まあ、ご自身の判断でやっていただければというふうに思います。まあ、あとはですね、絶対的に前回が計算できるワー,ドワールドク,クラスのエースプレイヤーはまあ現在在籍していません。 えー、まあいい風に捉えると新しく参加される、えー、方がいたらその方が、えー、すぐにエースプレイヤーになる可能性もあるということですね。 えー、新しいタウンホールが実装されたとき以外は野良、えー、線はやっていません。まあこれ別にそんな悪いところでもないかなというふうに思うんですけども、えー、まあ以前ですね募集したときに野良線はやってませんよって言ったら、えー、じゃあいいやっていう方がいらっしゃったので、まあ一応今回も、えー、ちゃんと説明に付け加えておこうかなというふうに、えー、思います。まあそんなところですね。はい。まあ いいところ、悪いところ、方針とかも、えー、この3つに関してね、主に説明したと思うんですけども、えー、まあいいなって思うところがあったり、えー、まあ興味があったらも、えー、質問とかでも構いませんので、えーまあ、Twitter もしくは Discord とかで、えー、DM をいただければというふうに思います。えー、たまにですね、なんか直接 DM をするのは怖いっていう方がいらっしゃるので、まあそういう方はですね、えー、まあ他の方を通してでも構いませんので、まあ連絡いただければというふうに思います。えー 皆さんの応募をですね、応募っていうか、まあ、ご連絡お待ちしております。よろしくお願いします。